それだけは演舞祭、武道祭の演舞を全て終了いたしましたので、最後の質問にしたいと思いますが、今日演舞をされた皆さん、もう一度いたものの方で結構ですが、ご整列をお願いしますでしょうか。それでは以上をもちまして、第1回長野市武道祭を終了してまいりたいというふうに思います。本当に参加された皆さんに改めて、お礼を申し上げます。本当にありがとうございました。それでは一度、気をつけ、お待ちございました。